ゴジラは映画、ゴジラに登場する架空の怪獣である。関連メディアなどでは、初代ゴジラと呼ばれることが多い。出現地点は、大戸島太平洋東京湾品川第二大城、品川駅東京湾芝浦田町新橋、銀座すきや橋長田町平川町勝時橋、東京湾。作中で山根京平博士により、200万年前のシュ羅キに生息していた。 海生爬虫類と陸上虫類の中間生物であることが語られる。ビキニ干渉の水爆実験によって自分の環境を破壊されたことによって現れ、人間に恨みを持っているかのように、東京湾から品川へ上陸し、東京の各所を次々と破壊するが、最後は東京湾で潜伏中にオキシジェンデストロイヤーによって発骨化して溶解され、消滅する。 中島春夫とゴジラ造形は、都市密定造、ヤギ漢寿、ヤギ公栄、カイコメ映像による。当初、ゴジラのメインのスーツアクターには、本大志郎に口説かれた元プロ野球選手の手塚、勝美が起用された。しかし、上記のような重さで、とても体力を要するものだったため、急遽つぶら屋によってより若い中島春夫が呼ばれ、メインを交代した。 さらに買い込め映像が常時サポートにつき、シーンによっては、買い米もゴジラに入っている。視界は極端に狭く、スーツアクターからは、足元しか見えなかった。このため、補佐を務めた手塚は、懐中電灯で足元を照らすことにより、中島を誘導した。特撮プールでの撮影では誤って、推定の電力ケーブルが漏電し、中島が失神する騒ぎとなったという。つぶらは、 連日、中島と手塚両人にゴジラの方向や動きを直接身振りを交えて念入りに指導した上、普段からガニ股歩きを徹底するよう指示し、これをゴジラのアクションのための仕きだと語っていたという。中島は動物園に通って動物の動きを研究し、ライオンの持つ威圧感に熊の直立する動き、象の足運びを参考にしたと言われる。 銀座港の時計台を破壊するシーンでは、中島はつぶら屋から自然な演技を指示されていたが、スーツの腕が硬くて動かしづらかったため NG を繰り返した。これ以降、つぶら屋はゴジラの演技を自然に行うことを強調するようになったという。2019年公開のゴジラキング・オブ・モンスターズのエンドロールラストでは、前々年に制御した中島への追悼と、 感謝メッセージが写真と共にクレジットされている。2018年11月3日には東京都日比谷にて開催されたイベントゴジラフェス2018に初代を再現したスーツが登場した。このスーツは2019年1月11日に福島県須賀川市にてオープンした博物館。 つぶらやエージミュージアムで展示するために新造されたものである。同館で公開される特別映像、夢の挑戦ゴジラスカ川に現るの撮影にも使用された。制作はアップアート。スーツの原型は、坂井雄二が原型を担当した初代ゴジラのガレージキットを 3D スキャンしてスーツサイズに拡大出力したものをベースとしており、 東部は堺井自身が仕上げを担当した。このスーツは、ボスとゴジラのコラボレーション企画の一環である特撮ウェブ動画にも用いられており、2019年5月29日には顔の映らない主役、2021年5月28日にはゴジラ青き日の衝撃がそれぞれ制作された。いずれも撮影は、東方スタジオにて、東方による完全監修の下で行われ、 監督は、本郷信明、スーツアクターは、斎藤健也がそれぞれ担当した。ありがとうございます。